こんにちは、オッケーです今日はちょっと言いたいことがありますよ。あのですね、僕はこんなあメッセージをいただきました。本の名前。はい、それだけです。本の名前。何ですか、これは。<laughs> えっとですね、僕はね、えー、インスタグラムで、えー、ドキドキ好きな あ、本。その一部をあの紹介しています。えー、日本の詩、ね。素敵なポエムです、ね。こんな詩が僕は好きだよ。ね、それを時々あの紹介して、インスタグラムのストーリー載せていますね。うん、えー。で、まあ、大体皆さんね、メッセージで。あ、いいですね、この本。あ、この本は 何ていう名前ですかどんな名前の本ですかとか。えー、それでメッセージが95%です。ね。9割はそういう普通のメッセージ。ね僕もこれはこういう本ですよ。あこれはこの本ですよ。ってね、教えているんですけど、その来たメッセージ。本の名前。<laughs> あのー 失礼ですねこれははいあのその人は本の名前を知りたかったんでしょうね。この本の名前は何だろうこの本の名前は何ですかね。えー、かります。ね、まあ、もしかしたら日本語が本当にまだわからないのかもしれない。ね本当にわからないのかもしれない、うん。でもよく考えてみてください。もし。 英語だったとして「ブックネーム」<laughs>「それそれだけ送りますかあなた」ねえ先生がいるとしますね先生に歩いて行って本の名前それだけぶつけますかそれを投げますか投げないですねなぜならそれは相手のことを何も考えていないからですね相手は人間なんです あの僕も人間なんです。うん。わかりますよ。インターネット。ね。YouTube。ポッドキャスト Instagram。うん。それはなんか、デジタルな世界で、ただただそこに存在しているもの。まあなんか、AI。チャット g p t うん。それと似たような気持ちになるかもしれない。でも、その後ろには、生身の人間が。 人間がいるんですよ。人間が考えて、人間が動画を撮って、人間が作って、ね。人間が話している。そしてその人間には、感情があるんですね。ね。うん。えー。だから、僕は別に怒ってはいないです。全然怒ってない。ね。あのー、あのー、もうちょっと、 言い方がありますねもっといい言い方がある。ね。そう言われると僕もね、もちろん返しますよ。まあ、これはこういう本です。こういう本ですよって返しますけど、あのー、気持ちは良くないですよね。それで、まあ、いろんな言い方がありますよ。例えばね、あこの本いいですね。この本は何ですかって言われたら、あこういうふうですよって返せますね。うん。それとか、あ、いつもありがとう。 ね、この本の名前を教えていただいてもよろしいでしょうかそういう丁寧な人もいます。でもそんなに丁寧じゃなくても大丈夫です。ね、すいませんこの本の名前は何ですかそれぐらいで全然ねインスタグラムだから大丈夫なんです。はい、で、まあ、それで僕は考えました。質問について。質問。うん。えー、日常で。 まあ、いろんな質問があります、ね、えー、えー、それでインターネットで大体いい調べたら大体分かりますね大体分かるし AI に聞いたらすごく早くすぐに答えてくれますねうんえー、で僕が質問をする時に、えー、大事にしていることがありますそれはねまず第一にあの 相手の時間。それを考えます。あのね。相手の時間を大事にする。相手の時間を取らない。うん。皆さん、忙しいです。いろんなことをしている。ね。その仕事だったら、その人が仕事をやっているプロジェクトがある。えー、家庭のやらなきゃいけないことがある。 子供の世話をする。えー、病院に行かなければいけない。ね。いろいろありますよ。で、そこにやってきて、その人の時間をもらうんです。質問するということは。ね。だから、とってもありがたいことなんですよ。すごく貴重なことなんです。だから、なるべくその人が頭を使わない。 その人が考えすぎずに答えるように質問する。それを大事に僕はしているんですね。まあ、例えば、えー、旅行に来行ました、ね。外国に旅行に来て。えーまあ、誰かに話しかけますね。何か食べたい、私は。はい、でお店を探しています。えー、ここで、ね、何か おすすめのお店ありますかね。いきなり、み、あの、道の人に。ね。聞く。だいたい教えてくれますよ。その人も。ああ、まあ、この辺の。ああ、まあ、ここがおいしいですよ。とかね。ね。わかります。えー、でも考えてください。その人からしたら、誰、この人。誰も知らない。この人が、 何を好きなんだろうどんなものを普段食べているどんなものを今食べたいのかね、ベジタリアンなのか豚肉が食べれるのか食べられないのかわからないよねはい、えー。じゃあ、こういう場合、じゃちょっと、えー、相手のことを考えた質問ね。はい。えー、こんにちは。私は、あ今、魚が食べたいんです。 魚が食べたい。そしてうるさい店じゃなくて静かに話したい落ち着いた店で話したいでお金はこれぐらいのお金を払いたいその中でおすすめのお店ありますかはいどうでしょうそしたらその人も「ああそれだったらこの店ですね」とか「あすいませんわからないです」とか あのー、その答える人が考えることが少ないですね。だから相手にあまり時間を使わせない。ね。それはとてもね大事です、あのー。相手を尊重して大事にするっていう意味でねで。しかも自分も早く答えにたどり着けますね。僕はそれを大事にしていますね。うん だから最初の話で言うと例えばこういう質問もあるんですね。えー、おすすめの勉強方法はありますかおすすめの勉強方法は何ですかそれだけきます。あのー、それだけ言うと僕もその人に合った答えは言えませんね。なぜならわからない。 あなたが今どれぐらい勉強をしていて、で、あなたの目的、えー、日本人みたいに話せるようになりたいのか、うん、それとも聞くことができればいいのか、それとも文字を書きたいのか、ね、それによって、えー、変わってきますね、勉強方法は。ね、だけど、おすすめの勉強方法を教えてください、だけ言われると、僕も あなんとなくこういう勉強方法いいんじゃないっていう曖昧なその人に合っていない答えしか返せませんね。だから、えー、質が落ちますね。内容ね。うん <laughs>、えー。だからそういう時はまあ僕も、ね、時間がある時はねどういう勉強を今してるんですかとかどういう。 あのー、ゴールがあるんですかって聞いて、そしたらね、こういう方法がいいんじゃないっていうふうに、あのー、答えられますね。うん。もちろん、もし、先生、ね、学校の先生とか、お金を払って、えー、オンラインのクラスをしている。その人にはどんな質問をしてもいいと思いますよ。うん。ね、そうやって教えてくれるわけですからね。えー、でも、効果的に効率良い、 質問高い答えが欲しいならあまず質問をちゃんと考えるっていうことが大事ですねうんはい今日はちょっとそんなことが <laughs> あったよっていう話ですねうんあでもあの皆さんとあの話すのはすごく楽しいですなぜならポッドキャスト YouTube は、まあ、僕が一人で 基本的に話していますね、えー、だからこうあなたがどう考えているかねやりとりできるのはすごく楽しいんですよ。ね、だからコメント、ね、YouTube だったらコメント、ね、それでいろいろこんな話が聞きたいよとか、ね、こんなことがあったんですよとかねあのたくさんお話を僕に聞かせてください。ね そしたらそれについて話したり、ね、えー、それにまつわることを考えて、新たなトピックが出てきますからね。はい。そうやってコミュニケーションを取りながら、あー OK ジャパニーズポッドキャストね、やっていきましょう。はい。ではまた次回。さよなら。